もしゅんです。こんにちは。どうも、まことです。こんにちは。今回はですね、 Google の入社試験をまことさんと受けて対決しようかなっていうふうに思っております。勝った方が本当の Google 社員ということで負ける可能性ある。OKOK ちなみに今エンジニアとして働いてるから、ビジネスサイドの入社試験とか受けたことないってことですね。それもあるし、多分これは本当に出ない問題だと思う、うん、ああ、いろんな YouTuber さんがやってる Google 入社試験っていうのは模擬試験っていうことですかね。模擬ですらない気もするんだな。ああ、そうなんですね。実際の Google の入社試験ってどんな感じなんですか。ビジネスとかだったら、うん、セールスについてどれだけ理解してるかとか、 Google のプロダクトで売り上げをどう上げていくべきなのかとか、結構そのジョブにレレーティッドなスキルを見るんだよね、うんうん、そうなんですね。っていう言い訳をしておくということで、じゃあ田淵くん、問題の方よろしくお願いします。はい、では1問目、シアトルの窓を全部洗うのにあなたは何円請求すべきですか。 How much should you charge to wash all the windows in Seattle? 石川県がいいなどの窓、家の窓も車の窓も全部を洗うってこと。そうですね。だから多分計算とかしてるんじゃなくて、シアトルの状況とか誘導されてる問題発案者の人が全部洗いたいんだっけ。いや、まあ、全部洗うのに何円請求すべきですか。だからここまで言ったらもう答え出ちゃう。 OKOK 英文にした方がいいかもしれないですね。英語一回書いてみて、もう一回言ってじゃあ英語How much? ステルテストだったら俺は勝つぞ。いや、それは絶対そうだと思う。じゃあ俺は一応、まあ答えは出たっていうか、ちょっとこじつけっていうか、まあ、うん、オールザウィンドっていう質問自体がちょっと引っかかるところがある。ごめんね、そう言うつもりじゃないよ終わった終わりました。見るわけないからね、まことさんが一人の参考にするわけないから。俺ペン持ってないからね。 OK 、はい、じゃあせーのでいきますか。せーの、はい、おー同じやん。0円瞬間。そもそも窓ってさ、雨とかでも洗えるし、住んでる人が勝手に洗えばいいから請求するもんなのかっていうふうに思ったんだよね。フェルミ推定と言われるものをするのかなって最初思ったんだけど、なかなかできんなと思って、シアトル知らんし窓の単価もわからんから、そういうのを聞いてるんじゃないんだろうなと思って消去法で0円っていう感じだね。論理的に考えたわけではない。では誠さん。俺も正直似たようなもんシアトルって基本雨なんよ。オールザウィンドウだから一度に同時に洗うとしたら雨じゃね、雪じゃねみたいな感じで思った。お二人とも正解です。やったー。シアトルの気候がまず一つのポイントと、うん、あと英文法が間違ってること、うん、あとウォッシュの用法が違うことがあるんですけど、一つ目、シアトルの気候、まさしく誠さんがおっしゃっていただいた雨季が長いこと。で、二つ目の英文法ですね。ウォッシュの主語が明示されてないので、雨でも OK っていうことです。三つ目ですね。ウォッシュのニュアンスですね。完全に嫌いにしなくてもいいっていうことで、窓をきれいにするっていうのは普通はクリーンを使うらしくて。なるほどね。よかった。今んとこじゃあ Google 入れるわ。行きましょう。次は Google っぽい問題になる予定です。カモン。はい。9、60、90、70、66、この数列で次に来る数字は What number comes next in the sequence? 4択で選んでもらいます。 A 96 B 10の100乗めっちゃ多いよ。 C A B 両方。 D はどちらも不適。これ英語で考えた方がいいですね。英語ってことは数字を全部英語で考えた方がいいってこと。それはお任せします。お任せされます聞いたらあーって感じ。普通に分かんなかった。でも誠さんはいけるかもしれないですね。とりあえず全部英語で書いてみたけど、規則性っぽいものが見つかったと思う。おお。早いシュン、何してるそれ。え、ちょっと待ってね、できそう、はいはい、あー、そういうことか分かったの本当に。いや、言ってみただけGoogle のジョブインタビューってコーディング以外になんか過去の経歴とか、あなたの強みは何ですかって聞かれたりするんですか。5分ぐらい。あ、でもそれはほぼないんですね。もうリラックスみたいな感じ。あんま関係ないですね。じゃ あそこは一応 HR とかがいろいろ見てたりとかしてるから、その部分は特に俺はセキュリティ関連でめちゃくちゃ強いとか書いてたら、もしかしたらね、セキュリティエンジニアの方が来て、そこを結構突っ込んだりするけど、普通にこれやってみたいな感じだったらそんなに突っ込まれないから、正直に書くことよ突っ込まれて答えられなかったらそれこそもって感じだから。わからんわ昨日どこ行った。あー言ったやん。いいよもう。じゃあ行きましょうか、うん、はい、せーの。 A だと思う。 B だと思った。お、
で、主任から。なんでそんな感じ？僕は数字をね、英語で書いて、それぞれのスペルの法則性があるんじゃないかって仮説を立てたんですよね。X は何個ある、Y は何個あるって決めたんだけど、数えたんだけど、一個も法則がなかったんで。で、時間切れっていう。泥臭くやってんな。そう、泥臭くやったけどダメだった。俺は、こう、縦に書いてて、10は3文字で、9は4文字。っていう風になってて、66って俺ハイフン入れたんだけど、それだと9文字で、ハイフン飛ばしたら8文字で、96が9文字で、うわすごい。で、 A って選んだんだけど、 B はなんでか分かんなくて、これ俺 10 to the 100って読むんだけど、うんうん、めちゃくちゃスペル多いやんみたいな。え、ちなみに10の100乗で他の書き方って知ってます？ 10 to the 100以外に。知らん。あ、知らないですね。小五郎さん惜しいです。惜しい。めちゃくちゃ惜しかったです。答えは C の両方です。勝敗つかねえな。解説いきますね。はい、お願いします。結局答え C 両方どっちでもいいんですよ。なんでかっていうと、さっきの孫さんおっしゃってくれた10、9って書いた文字数が増えていくんですね、うん、96は9文字なんですよね、うんうん、10の100乗を英語でなんて言うかと OneGoogle っていうらしいんですよ。この Google ってのは Google 社の由来になってまして、創業者のラリーページが新しい検索エンジンの名前を考えてドメイン名を登録しようとしたらしいんですけど、この Google ですね、.com を今の Google 社のスペルに間違えたらしくて、もともと意味としてワールドワイドウェブ上の膨大な情報の組織化が地名っていうことで、まあ、10の100乗って結構大きな数字じゃないですか。それを体現しようっていうのを創業者は思ってたらしいんですけど、じゃあ10の100乗がワングーグルっていうワングーグルっていうらしいですよ。はい、じゃあちょっとラスト問題で決着つけましょう。じゃあラスト問題。男の子だけを欲しがる国では、どの家も男の子が生まれるまで子供を増やし続けます。女の子ができたらもう一人子供を作ります。男の子が生まれたらもう子供は作りません。この国の男女比はどうなりますか。男女が生まれる確率は2分の1ですね。でも分かったわ。答えってもロジックが大事なんで。でもさ、やっぱ最初の人口とか割合の前提条件知りたいな。まず自分で決めていいんじゃないですか。あー、そこどの家もか。答えは綺麗な数字だよね、多分。うん、わかりました。多分。オッケー。それ無理やり出してない、大丈夫。ちょっと待ってね。いいよ、わかんなかったら。いや、わかる。そうやってない。わかった、オッケー。本当に？うん。割合を答えればいいんだ。オッケー、オッケー。じゃあせーのでいきましょうか。せーの。1対1。1対1。僕から言っていいですか。はいはい。表を作りました、僕は。おう。男を産んだ時点で終わりだから、こういう図になるんですよね。うんうん。女の子を丸で囲って、数えたんだよね。ここ時点で終わったら何体何になるか、ここ時点で終わったら何体何になるかって数えたんだけど、うんうん、結局、あれ1対1になるやんって思って、あ、答え1対1だって思った。いや、そっちの方がロジックとしてはちゃんとしてそう。じゃあ、誠さん。俺は、正直あんま分かってなくて、最終的には産む確率って2分の1じゃん。そしたら1対1なんじゃねっていう風に思った。正解は1対1です。やったー。勝負つかない。勝負つかねえ。仮にこの国が1万世帯あるとしましょう、うん、子供産むじゃないですか。男の子は5000人、女の子は5000人いると仮定されます。子供産んだら2500人、男も生まれる確率が2分の1、女性が生まれる確率も2分の1、女の子2500人のうちまた2分の1、2分の1と分かれてて、ずっといくんですね。全く一緒じゃないですか。全く一緒なので、シュンが正解でいいのかな。シュン君のやり方が答えのやり方だったっていうことで、すごいわ。じゃあ僕 Google 入社できますかね、中途採用で。頑張れ。僕勝ちでいいですか。あ、いいよ。まあでもすごい楽しかったです。ということで、そんな感じでまた Google 試験第2弾ではリベンジしてくださったら嬉しいです。よし、次行動になっちゃう。次今度俺が行動問題出して解決したら。行動問題か。ということで、またやりましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。